こんにちは、みきめぐみです。今日のテーマは言語化できない人の悪しき習慣です。自分の考えや気持ちが言葉にならないというのはもどかしいものですね。例えばお仕事で意見を求められてもすぐに言葉がパッと出てこないですとか、お客様に聞かれたことにこうパッと答えられないというのは困りますよね。こういうふうに言葉にするのが苦手っていう方はですね、言語化は普段無意識にやっていることなので日頃の習慣の影響も大きいんですね。言語化が苦手な方によくある状況3つ、話すことがない、話すほどでもない、詳しくないから話せない、だから言葉にならない、このそれぞれの原因となっている日々の悪しき習慣についてお話をしていきます。そこで今日のこの動画では、お仕事で新製品のビールを試飲して、このビールについてどう思う？と聞かれた時、いいと思いますみたいな薄っぺらいことしか言えないよというシーンを例に考えていきます。この動画を最後まで見ていただくと、毎日のちょっとしたことの積み重ねで言語化力アップさせていくことができます。ぜひ言語化の足を引っ張る悪しき習慣を手放して、楽に楽しく言葉を使いこなせる人に一緒になりましょう。ではまず一つ目の状況です。話すことがないなぁと思って言葉にならないという場合、今回の例はお仕事で新製品のビールを試飲して、上司とかにね、このビールについてどう思う？と聞かれたのに、いいと思いますしか言えないという場合ですね。で、特に話すことがないなぁと感じることが多い方に、ぜひね、このパターンは参考にしていただきたいです。で、私たち人間は生きている以上常に何らかのことを体験しているし、感じているし、考えているんですね。だからそれを言葉にすれば OK ということなんですが、なぜいいと思いますとか、普通ですとか、誰でも言えそうだな、そのコメントみたいなことしか出てこないのかってことですよね。これはですね、考えられる原因、大きなものとしては、自分が言葉にしたいこと、話したいことに気づいていないからというのがね、あるんです。これはすなわち、自分が今を含めて日々の生活で体験したことを、感じたことを、考えたことに気づいていないということですね。何かは頭の中とか心の中で浮かんではいるんです。でも浮かんですぐにふわっふわって自分をすり抜けて消えていってしまってるような感じですね。キャッチできてないんです。言語化というのは、どんな言葉を使うかというふうに考えられたり、思考をどういうふうに組み立てるかということに考えられたりしがちなんですけれども、そもそもこの自分が普段経験したり感じたりしていることを気づいてキャッチするということができないと、言語化するものがそもそもないっていうことになっちゃうんですね。でも絶対にないはずはないんですよ。生きてるんですから、考えたり感じたりしてます。この起きたことにちゃんと気づく、気づいたことをまあよく観察するとか味わう、そして言葉にするというプロセスなんですけれども、これをやるためにはある程度のゆとりが必要なんですね。心と体のゆとりです。つまり、話すことがないと感じて言語化が苦手な方の悪しき習慣は、予定をぎっちり詰め込みすぎという場合があります。例えば今回のこの例ですと、仕事の場でビールの感想とかね、意見を求められてるんですけれども、それを言葉にするためには、普段からビールを味わうゆとりが必要なんですよね。その場でのゆとりももちろん必要なんですけれども、普段からゆとりが必要です。例えば晩酌をするときにこうビールを飲んで、今日は暑かったから美味しいな、夏はさっぱり軽めのビールが好きだなとか思うようなゆとりです。もういつもヘトヘトで夜ビール飲んでも
美味しかった、もう支度してすぐ明日の用意して寝ようバタンみたいな感じだと体験がね言葉として蓄積されていかないですので、いざビールについて何か意見を言うっていう時にも自分の今までの体験が思い出せないし言葉にできないっていうことですよ。でもしもゆとりがあって、あ夏はさっぱり軽めのビールが好きだなとかって思ったことをしっかりと味わっておいた経験があれば、ゆとりのある状態で自分がいれば、新製品の試飲をして意見を求められたという時に新製品飲んでみて、あこれはこの前飲んだビールよりもしっかりコクがある感じだな、ってことはあの時自分はさっぱり軽めのビールが夏にいいなって思ったんだから、このコクのあるビールは秋冬に向けていいかもしれませんね、とかってもう少し中身のあることを言えるかもしれないってことですね。ということで、言語化が苦手な方の悪しき習慣、予定をぎっちり詰め込みすぎという可能性があります。ですから生活にゆとりを作ろうということをお勧めしたいんですね。忙しくても頑張ってゆとりを作るということです。そうするとゆとりによって日頃気づくことができますので、言語化力がアップして仕事が生産性が上がる可能性があります。忙しい忙しい忙しいってこういつもこうってしてるとずっと忙しいままなんですけれども、思い切ってゆとりを作るようにして言語化力アップ、仕事の生産性アップ、忙しくなくなるしかえって成果も上がるということが期待できますので、ぜひ思い当たる節がある方は意識してみてください。はい、2つ目のパターンです。話すほどでもないと考えてしまって言葉にできないという方にね、お話ししたい内容です。今日の例は、仕事で新製品のビールの試飲をして、このビールについてどう思うと聞かれて、いいと思いますしか言えないというパターンですね。でこの方は最初の例の方よりもちょっと浮かんでることはあるんですね。コクがあっていいなって思ったけど、まあ、それぐらいのことを他の人も言いそうだし話すほどでもないか、で結局いいと思いますになってしまうっていうパターンです。あーもったいないですね。何か浮かんではいるんですけれどもね、惜しい、もうちょっと、でこういう方は何をしちゃってるかっていうと、自分の話の価値を自分だけで判断してしまっているっていうことですね。これが手放したい悪しき習慣です。確かにビールを飲んでコクがあっていいと思いますというのは、まあさほど特別な感想ではないかもしれません。ですがその感想に価値があるのか、どのような価値があるのかということは、話し手である自分ではなくて聞き手である相手が決めることなんですね。こっちが勝手に先回りして、あ、コクがあるって思ったけどこんなの話してもしょうがないな、だから言わないっていうふうに判断することではないんです。コクがあっていいと思いますというふうに思ったけれども、いや他の人も言いそうだしつまんないこと言うやつだなって思われるくらいなら、まあ無難に答えておこう、いいと思いますなんていうふうにね、そのつまらないやつと思われたくないとか、まあ無難な方がマシかみたいな思考パターンがあるとしたら、これはぜひ手放したいんですよね。こういうのって聞き手にもバレることがあります。あ、こいつ降りたなとか手抜きだなっていう風に思われる可能性があるんですよ。そうするとこれも言語化力があるとかないとかじゃなくって、ちょっと こいつ大丈夫かみたいな信頼を失いかねない状態ですよね。ちょっとね話極端かもしれませんけれども、そんな風になってしまうのは嫌だなと思いませんか。もうねつまんない意見だなって思われるかもしれなくても、感じたことをしっかり誠実にね言葉にしてあげた方がずっといいんです。価値の判断は相手に任せましょう。コクがあっていいと思いますというのが他の人の感想と被って別に特別な意見じゃなかったとしても、例えば聞き手にとっては、あ、やっぱりコクがあるってみんな言うんだよねってことは、よっぽどそのコクっていうのがみんなの印象に残ることなんだよねっていうふうに、数のうちの一つという価値があるかもしれませんよね。
会話というのは自分一人のアウトプットではなくって自分と相手とで一緒に作り上げていくようなものです。そこを価値をね一人全部決めてしまうっていうのはちょっとね手放したいところなんですよね。自分で勝手に判断してあこれはつまんないこんなことは言ってもしょうがないなんていうふうに思う癖がついているとどん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 言葉は出なくなってしまいます。まあ自分に厳しすぎるというふうにも言えるかもしれませんね。自分の話の価値の判断はぜひ相手に任せてしまいましょう。無責任に話すというのとは違いますよ。でも勝手に先回りしてシャットアウトしないということです。相手を信頼するというふうにも言えますね。仮に自分が言葉にしようとしていることが自分ではつまんない話って思ったとしても相手も何つまんない話しちゃってばっかじゃないのとかって言うわけではない。そんなふうに決まってはいないんですよ。意外と自分が思ってるよりも優しく温かく受け止めてくれることも多いものです。相手にねはいって渡してみましょう。3つ目、詳しくないから話せないというパターンです。はい、今日この動画を通して使っている例ですね。仕事で新製品のビールを試飲してこのビールについてどう思うと聞かれていいと思いますしか答えられないという場合、この人も詳しくないから話せないなって思っている。何にも浮かんでないわけじゃないんですね。コクがあっていいなって思ったけどでも別に私特別ビールに詳しいわけじゃないしわざわざ私が言うことじゃないかなっていうふうにまたちょっと余計なことを考えてしまっていいと思いますになってしまうっていうパターンですね。これは先にご紹介した1つ目の話すことがないと2つ目の話すほどでもないの合体パターンと考えていただいてもいいかなと思います。2つ目の話すほどでもないと考えてしまって言語化できないっていうパターンで自分の話の価値を自分だけで判断してしまっているというのをお伝えしたんですけれども、それに加えてこの詳しくないから話せないっていうのは実は他人や世界に興味が薄いという可能性があるんですね。まず最初に考えていただきたいのはその話題、今回の例で言えばビールですよね。ビールについて詳しいかどうかというのは意見を求めた相手もすでに承知している場合が多いんですよ。別に自分がビールの専門家ですって言ってその場にいるのでなければ基本的にビールの専門家とは思われてないわけですよね。当たり前ですけれども、ですから意見を求められた時にビールの意見を求められたからといって専門的なことを言わなくてはいけないわけではないんですけれども、これもやっぱり自分に厳しすぎるのか専門的なことを言わなきゃっていうふうに勝手に自分でハードルを上げちゃってるんですね。ハードル上げすぎてしまうとそりゃ言葉は出にくくなってしまうんですね。このように意見を求められた場合は専門家としてそこにいるのでない限り専門家としての意見を欲しいと言われているわけではなくってあなた自身の立場でどう思いますかというふうに意見を求められています。自分が専門的な知識があるなし関係なく自分の立場、自分の生活、自分の価値観とビールというテーマを結びつけて言葉にするという作業が必要なんですね。でもここで一つ目の気づいていない生活にゆとりが必要という話と結びついてくるんですけれども、日頃からある程度のゆとりを持って他人とか世界とかとにかく周りのことに興味を持つ好奇心を持つということをしていないと話のテーマであるビールと自分という個人の立場とをつなげて自分ごととして何かを言うっていうのはなかなか難しいんですね。日頃からビールやビールと関わることにアンテナを立ててないといざという時に言葉にはなかなかなりません。ということで生活にゆとりを持った上で少しでも興味が湧いたことがあれば好奇心に従ってちょっと見に行く、ちょっと聞きに行く、ちょっと調べてみる、体験してみるっていうのが必要なんですね。
日頃からいろんなことに興味を持っていると、たとえ突然振られたテーマであっても、そのテーマと自分との共通項を見つけて、そこをきっかけにして意見を言葉にしていくことができるようになります。例えばある日お家でリラックスしながら TikTok 見てたとしますよね。でなんとなく、あ、最近の若い子って韓国料理好きなんだなとか思ったとします。でそれはそれで置いといて、で新製品のビールを買いで試飲しました、どう思う？と意見を求められた時、あ、コクがあるな、味の濃いものと合いそうだな、韓国料理もいいかもしれないっていう風になっていくと、韓国料理に合わせて若い子にも人気が出るかもしれませんね、なんて言えるかもしれません。だいぶ意見っぽくなってきましたよね。ということで、他人や世界に興味を持とう、日頃から好奇心に従おうというのが、ぜひおすすめしたい行動です。興味のアンテナがちょこっとでもピピッと立ったら、ぜひそっちに進んでみましょう。日々の体験を丁寧に味わっていくことで、いざという時にあなただけの言葉がスルッと出てきます。ということで、今日のテーマは言語化が苦手な人の悪しき習慣、手放していただきたいもの3つご紹介いたしました。1つ目は予定をぎっちり詰め込みすぎ、2つ目は自分の話の価値を自分だけで判断している、3つ目は他人や世界に興味が薄いでした、この3つそれぞれ関係もしていますので、手放せそうなものからぜひ手放していただいて、言語化の足を引っ張る行動をね、シフトしていきましょう。そうすることで楽に楽しく自分らしい言葉を使いこなせるようになっていきます。毎日のちょっとしたことから言語化力はアップしていきます。一緒に続けていきましょうね。応援しています。このチャンネルでは声や言葉、コミュニケーションを通して、あなたがもっとのびのびと活躍していくためのヒントをご紹介しています。今日の内容が良かったよ、参考になったよという方は、ぜひグッドボタンやチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。みきめぐみでした。またねー。